虎の救世主に安定感を増した22歳の昇格を2軍で示す。3割2厘 &815。 阪神の井上康太が野手が2軍で奮闘している。56試合でいずれもリーグ3位の打率、300に5本塁打、29打点、同2位の OPS815、好成績を残す22歳には井上康太はよ上がってこい、井上の昇格をお願いしますというファンの声も上がっている。2019年ドラフト2位で入団した井上はプロ5年目の今季、5月10日に1軍に初昇格するも9試合で打率208と結果を残せず、27日に抹消となった。昨季は13試合で打率229と飛躍の足がかりを築いたが、ここまで思うような活躍はできていない。とはいえ身長189センチ、体重100キロの大砲候補にロマンを抱くファンは多い。阪神はリーグワーストのチーム本塁打数32、途中打力不足は明らかだけに、井上が覚醒すれば救世主にもなり得る。森下の今後がある程度想像できてきたので、今後この同じタイプの3人、井上、野口、森下の三つどもえのガチンコ勝負になるでしょうね。外国人も甲子園をメイン球場にしている球団にはまともなのが来ませんから、思い切り戦ってほしいですね。井上には何度もがっかりさせられてきたけど、今度は本物かな。これからの一軍は本当の正念場、若手を育成する時期ではない。戦力になるのなら使ってほしい。私たちファンは302&815といった単純な指標しかわからないから、実際に間近で見ている監督コーチがしっかりと見極めてほしい。今度1軍に上がってきた時はスタメンで4打席打席を上げてほしい。井上は1打席勝負するバッターではないと思う。ぜひ岡田監督頼みますか。外野手争いも熾烈で、来年再来年はどんな布陣のスタメンになっているのか、打ってくれないと点を取ってくれないと面白くない。もうとっくに毎年ぼつき頃にしか1軍に上がれない選手ではないとは思うが、なかなかその時のチャンスを生かせないのも歯がゆい。一軍で一本ホームラン打ったら首脳陣の扱いもちょっと変わるような気もするので、頑張ってもらいたい。井上は前回の一軍で外角に投げられたら打てないことを露呈してしまった。ヤクルト石山の外角攻めに全く対応できず、翌日のスタメンでは同じ攻められ方で2打席連続の3球三振。これで岡田監督の評価はだだ下がりしたと思う。岡田監督って実は育成するのは苦手だよね。基礎戦力をフルに使って戦うのは得意だけど、その戦力が怪我や不調で崩れてきた時の脆さを感じます。2軍で結果を出してもなかなか上げようとしないし、この前の藤田のように上げても一度も使わずに落とす。そんなに2軍で結果を残してなかった森下を1軍に抜擢して、2軍で活躍してる井上や相棒は使うどころか上げることもしない。今のこの状況と時期に使わなかったらいつ使うんだろうね。2軍の試合も見てるって言うけど、見てたら1回使いたいって普通思うけどな。結構チャンスをもらっているが毎回結果が出ない。一流の選手は一発で結果を出したりしてるので、井上選手は相当厳しい位置にいますね。昇格しても岡田監督はすぐ使わないからな。途中から出るか、スタメンで出ても途中で帰るし、野口や前川持ってるのに変えられてるしね。今年は課題だった打率が大幅に向上したからな。感覚を忘れないうちに1軍で使ってほしい。1軍でホームランを1本打てば違ってくるかもと期待してるんだけどね。上げてくれないとどうしようもないよね。上げないのにはそれなりの理由があるだろう。右の大型の魔法は期待したいが、ヒットは出てるんやけど長打が少なくなってるのが気になるわね。今度は本物か。1軍上がって劇的に打てるものなのかな。もうアレンパは無理やねんから、若手使ったら。あんな変な使われ方して落とされたもんな。長続きしないまでも良い時に上げて使わないですからね。 1.2 軍を行ったり来たりしている選手なのですから、余計に良い時に使わなければ。どうせ一面も打たないんだから、どんどん上げたら良いんだよ。どんどん使うべき。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。